針。針、針、もしくは針治療とは、体の特定の点を刺激するために、専用の針を生体に侵入、または接触する治療法である。中国医学等の古典的な理論に基づいており、中国、日本、韓国で、それぞれ発達した。このうち韓国が特に針を重視し、1針に九三役と言われている。中国医学では、 経血を刺激することで経絡として知られる道を通る、木の流れの異常を正すとされる。科学的調査では、木、経絡、経血、といった中国医学の概念に組織学的あるいは、生理学的相互関係は見出されておらず、一部の、現代の手術者は中国医学的手法に基づかない、診療法を使用している。ユネスコは、伝統中国医学としての進級を、 2010年11月16日に無形文化遺産に指定した。現在、日本において、針を行として行えるのは、医師及び国家資格である針師の免許を持つ人である。欧米では、大胆医療、医療類似行為に分類されている。新修性はごくわずかであるものの、新キューバリを使用したいの指針は、プラセボ効果を十分に制御した治験を計画する。 時に支障を来す。伝統的針治療と偽療法を比較した多くの研究によって、偽針治療と伝統的針治療の両方が通常を治療よりも優れていたものの、両者の効果は同等であったことが示されている。これらの知見は、経血の特異性に関する中国医学理論と矛盾しているように見える。現在のエビデンスは、針治療の効果がすべてプラセボによるものである。 可能性を排除していない。特定の症状に対する針治療の適用は、アメリカ国立衛生研究所やイギリスの国民保健サービス、世界保健機関、アメリカ国立保管代替医療センターによって認められている。しかしながら、会議論者は様々な保険管理機関による針の承認に対して、ひどく軽率であり、 針の有効性に関する異論あるいは反論を含んでないとして批判している。針治療はクリーンニードルテクニックを用いて手術した場合には一般的に安全であり深刻な副作用の危険性は非常に低い。以下では主に日本の針を解説する。針の元は石器時代の古代中国において発明された。変石もしくは石針、石針、石針とも書くと呼ばれる。 この針のもとは主に脳などを破って出すのに使われた。これが後に、動物の骨を用いて作られた骨針、竹でできた竹針、芯、陶器の破片でできた陶針などになっていった。現在使われる金属の針は、戦国時代頃に作られ始めたと言われる。この針が、甲賀文明で発展した経絡の概念や、造腐学、引用論などと結びついて針治療が確立していく。 皇帝内教皇帝大経皇帝大経と呼ばれる最古の中医学理論のテキストの中に当時使われていた針を特徴で9つに分類した古代旧針が紹介されている。詳細は新旧三章。日本において針、旧、輸液などの中国医学概念は遣隋史や遣唐史などによってもたらされた。奈良時代の律令制においてすでに針し、官職名としては針博士、 ハリ氏が、医師、アンマ氏などと共に存在していたことがわかる。以降、ハリ氏は医師などと共に、日本の医療の中核を担っていく。また、日本独自のハリの発展として、984年に、丹波康よりによって編纂された日本最古の遺書、一新型を見ると、ハリ治療が、当時の中医学概念より勘弁化されたものになっていることが見られる。主義においても、安土桃山時代に、 味噌の遺産が金や銀の針を木槌で叩いて打ち込む打針法や江戸時代に盲人の杉山県行こと杉山和一によって作られたくだり法などがある。特に杉山和一の影響は大きく、くだばり法は日本の主流の技法になっており、日本の盲学校で進灸を教えるのは杉山和一が各所に作った針地学問書から発展したものである。 世界においては1950年代頃からフランスや東欧諸国などが中国へ進級の勉強をするための留学生が訪れたりしている。アメリカ合衆国では1971年ニクソン大統領訪中の際に同行したニューヨークタイムズの記者が中水炎にかかり手術を行った後の違和感や頭痛の改善のために進級を受けたことが知られている。現在まで 新級手術者の育成は3年生。専門学校における教育が主体となっているが、若干の新級大学も設置されつつある。国立の1校、筑波技術大学ほか、私立の数校、明治国際医療大学、関西医療大学、鈴鹿医療科学大学、帝京平成大学、森の宮医療大学、東京有明医療大学などがある。また、新級を専攻する。 大学院は1991年に明治神宮大学に初めて設置され、以後他校がこれに習いつつある。2008年6月18日、大会館包医協会は、ーの新旧経血部位の国際標準に韓国の真実方法が採択されたと発表した。この発表に対してーは不快感を示し、韓国に抗議したと報道された。 コンピュータの実第一水準漢字にも針が含まれていることから、現在はこの難しい字が抵抗なく用いられるようになってきているが、常用漢字表には入っていないため、新聞などでは、針治療、鍼灸師などの混ぜ書きが見られる。現在、日本鍼灸師会及び全日本、鍼灸マッサージ師会は公式文書にも針を使用している。なお、中国においては、 治療用の針も針に統一された。ただし、金編も簡略化され、である。1979年に、世界保健機関、フーが臨床経験に基づく適用疾患43、疾患を発表し、1997年に NIH の合意生命書において針治療は、手術後の吐き気、妊娠時のつわり、化学療法に伴う吐き気、抜歯後の頭痛、 などに有効であることが示された。また、2003年にも、ーが臨床試験に関するレポートを出している。2000年には、英国医師協会も針の有効性に関する合意声明を表明。しかしながら、この声明の前提となっている、針の有効性を示すデータの扱いについては、批判がある。2010年現在、アメリカ国立衛生研究所、 NIH の国立保管代替医療センター、NCSIM によると、大規模な臨床試験の結果、ハリ治療は、頭痛、偏頭痛、腰痛、上腕骨外上下炎、テニス中については、通常の医療と同等に効果がある、あるいは同等に効果がない、可能性があるとしている。針の作用には、交感神経活動の抑制、すなわち、交感神経バイアスの関与、 針刺激で筋の硬さが緩むとともに筋回感神経活動の抑制が筋の過緊張の緩和に関与し筋血液量が増加する。なお、マイクロニューログラムによる筋回感神経活動の観察では、針刺激は筋回感神経活動を抑制する。また、針刺激により CGRP が感覚神経末端から放出され筋肉の血管を拡張させる。 蒸気の作用基序などにより多くの生理反応が起きる。新生児の大泉門、外生殖器、へそ部、眼球、めっ心療法は、例外、急性炎症の幹部、鼓膜、肺、心臓、腎臓、脊髄、炎髄,髄、二寸の針で物穴から70度の場所に指針、などの中枢神経系、大血管、腹膜。 針を刺す針治療では、稀に出血あるいは打ち出血することがあるが、健康な人であれば、問題となることは、ほとんどない。しかし、抗がん剤治療をして、出血を止める細胞の血小板が少なくなっている。合わせや、癌が進行して出血しやすい状態の場合などは、針治療を行う際に注意が必要である。針の使い回しによる B 型肝炎感染の可能性がある。 因果関係は完全に証明されてないが、外然性のある事例がある。2008年に大阪府池田市の鍼灸院で柔道整復師の資格を持つ鍼灸整骨院副院長。鍼灸の資格はないが針治療を行い、女性の背中に針を打つ際によぎって肺を傷つけ低酸素脳症で死亡させた。院長は違法状態を黙認していた。2017年。 読売ジャイアンツ所属のプロ野球選手、沢村拓一が長胸神経の麻痺による全虚筋の機能障害を起こしたが、神経麻痺の一因として、球団トレーナーによる針治療のミスによるものの可能があると報じられたが、その後新球団体からの質問状を受け、針治療以外にも強い力がかかる他の外的要因によって長胸神経の麻痺が生じた可能性もあるとの回答書を発表し、 今後も引き続き針治療を活用していく方針に変わりはありませんと回答した。同級団に所属する選手については過去にも牧原博美や江川拓が針治療トラブルに巻き込まれている。安全面と安価な面でステンレスのディスポーザブル使い捨て針が多く使われている。またディスポーザブルでない場合もステンレス針が多く使われている。 オートクレーブによる消毒の徹底が必要である。長さは、尺刊法とメートル法の二つが使われており、太さは番と号の二つで決められている。例えば針長40、mm、針体長 40mm、針体長 0.20mm ファイの針は、古来の呼び名では、1、寸3、分3番針と呼ばれる、かつうちは省略されることが多い。主に、日本でよく使われる、 長さと太さを一家に示す。ただし、中国針では太くなるにつれて号数は小さくなる。0.38mm28 号、0.28mm32 号がよく使われる。新鮮の形には以下の5種類がある。針は日本と世界においても主義が異なり、また日本の中でも流派によって主義が変化するが、この項では 東洋療法学校協会による指導をもとにして、述べる。全消毒、相関、全重熱、押しで止め管、玉入り、切れ側、助管、刺手、刺神、刺神中の手義、針の手義、抜け針、五重熱、五消毒の順で行う。針を皮膚に入れるまでの診術、刺入には、針を半回転ずつさせながら行う、洗練刺法と手の重みで沈めたり、 もしくは死種の母子、死子で送り込むように入れていく、送り込み刺し法がある。死乳児の角度については次のようなものがある。皇帝内郷に記されている技法。針では、気が少なかったり、余ったりすると気を補ったり、射したりすることで体を整える69難による、主血は、その臓腑の気が不足した場合はその母を補い、気が充満した場合はその子を、射せとしている。 f ーは1991年加盟国にハリ治療についての関連法規を策定し監督するよう勧告している。日本においてはあんまマッサージ施圧し、ハリし灸師等に関する法律により、ハリ師資格国家試験の合格者がハリ師として施術する。新灸も健康保険で利用することができる。しかし医師の同意書が必要である。神経痛、リウマチ 50型など6つの疾患に限られ、同一疾患については、医師の治療と併用はできない。手続きが面倒なことなどが災いして、まだあまり普及していないが、利用は確実に伸びており、2005年には推定で千数百万件健康保険による、新級治療が行われたと見られている。新級と健康保険の概略については、保険新級マッサージ司会を参照のこと。 ハリ治療と東洋医学の専門家は通常ライソンスとアキアプンクチャースツまたは LACS と呼ばれている DEPLAC の略称はディプロマイトオブアキパンクチャーを意味しアメリカ国立保管統合衛生センターに認定されたことを意味する23の州ではその認証を持つことが要求されている2005年のアメリカ医師への世論調査によれば 59%が、針治療は、痛みの治療について何かしら、幾分効果があったと信じている。1996年、アメリカ食品医薬品局 FDA は、治療針の位置づけについ、クラス E から、クラス E 異常機器に変更した。これは認定手術者によって扱われるならば、安全であり、効果的だとみなされたことを意味する。2004年時点で、 アメリカ人の加入する雇用健康保険について50%近くが針治療をカバーしている。英国においては2009年に総計400万の針治療セッションが行われた。英国国立医療技術評価機構の臨床ガイドラインでは慢性の緊張性頭痛の予防として5から8週あたり10回までの針治療の検討を提案している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。